ゼロから始めるビジネス帝国特徴とテーマ再挑戦と成長主人公、ベガ社長が一度失敗を経験しそれを乗り越えて成長する姿が描かれる起業家としての心構えやビジネスにおける失敗の教訓が重要なテーマ仲間との絆新たな仲間たちとの出会いと協力がベガ社長の成功に欠かせない要素となるビジネスは一人でやるものではなくチームの力も重要であることが描かれる 現代的なビジネス要素 AI デジタル技術バーチャルリアリティなど現代ビジネスに必要な要素を取り入れつつ企業やマネジメントのリア今ちょっとご覧いただいてるねあの先週のちょっと土曜日にあの公開させていただいてねあのー、まあ空先生のちょっと脚本どうですかねうーんまあそうですねまあ全体的にねまあ <laughs> 初めに、ね、あの叩き台として、まあ、あの脚本をちょっと上げていただいたんですけど全体的にかなり荒いなっていう印象を持ちました、ねまあとてもこれでは、ねまあうんまあ、たくさんの人をちょっと動かすとか魅了するような、ね、あのアニメは作れないなっていう感じがします。 第一章、失敗の果てに、序盤、成功の絶頂からの急転直下主人公ベガは、かつて天才企業家として知られ、次世代の AI 技術を使ったデータ解析サービスを提供するベガテクノロジーズを立ち上げた。彼の会社は急成長し、業界トップに立つまでになり、成功者としての名声を得ていた。しかし、その栄光は、突然の悲劇で終わりを迎える。 最大の取引先であり、会社の主要な収益源だったフューチャーテックが突如倒産。これによりベガの会社は深刻な資金不足に陥り、次々と契約が破断。会社の資金繰りは急速に悪化し、ベガは投資家たちに説明するために奔走したが、株価は暴落し、社員の信頼も揺らいでいった。訴状の受け取りと裁判所への通いある日、ベガの元に一通の訴状が届く。 フューチャーテックの倒産により生じた損失に対して、投資家たちが、ウェガ個人に対して、多額の損害賠償を請求していた。ウェガは即座に弁護士に相談するが、事態は深刻で、訴訟を避けることはできないと知らされる。ウェガは法廷に立つことになる。裁判所の重々しい空気の中、投資家たちの弁護士から厳しい追及を受ける。 彼らは、ベガの経営ミスが原因で多額の損害を受けたと主張し、彼を無能な経営者と非難した。弁護士、被告ベガ氏は、過度な取引先への依存と資金管理の怠慢により、我々に重大な損害をもたらしました。この責任を追求し、多額の損害賠償を請求いたします。ベガは、懸命に自分の立場を弁明するが、証拠が揃っており、投資家たちの主張は揺るがなかった。 彼は何度も裁判所に通ううちに精神的にも追い詰められていき、ついには巨額の損害賠償を命じられ、会社は完全に倒産。すべてを失ったベガは無職に転落した。無気力な日々とギャンブル依存すべてを失ったベガは自暴自棄に陥り、無気力な日々を送るようになる。彼は現実逃避のためにギャンブルにのめり込んでいく。 最初は競馬に手を出し、次第に、競艇、競輪、オートレース、さらには、パチンコやスロットまで、あらゆる賭け事に依存するようになった。上が、次こそ当たる。これで全てを取り返せる。そう信じては負けを繰り返し、借金が膨らむばかりだった。朝は、競艇場に通い、午後には競輪、夜は、パチンコ店でスロットを回し続ける日々。 ギャンブルの連続によって、彼の生活は完全に荒廃し、勝利の喜びよりも敗北の痛みばかりが心に残った。酒びたりの夜日中のギャンブル依存に加え、ベガは夜には酒に溺れるようになる。毎晩のように居酒屋やバーで酔いつぶれ、家に戻っても酒を飲み続けた。かつての栄光を思い出すたびに、現実とのギャップに耐えられず、アルコールでその苦しみを麻痺させようとした。 ベガ、どうしてこうなったんだすべてが俺のせいなのか虚無感に支配されたベガは、もはや自分を救う気力もなく、ただ酒とギャンブルの刺激で日々をやり過ごしていた。天章へのプロローグある夜、競馬で大敗し、酒に酔ったベガは、ふらふらと街を歩いていた。突然、車がスピードを出して近づき、彼を跳ねた。ベガは、意識を失い、そのまま命を落としてしまう。 しかし、死は彼にとって終わりではなかった。暗闇の中で、レガは不思議な声を聞く。それは、ビジネスの神と名乗る存在だった。ビジネスの神、お前の人生はここで終わるものではない。もう一度、すべてをやり直すチャンスを与えよう。お前の知識と経験を持って、新たな世界で挑戦しろ。 ウェガはその言葉に驚きつつも、もう一度人生をやり直せるという思いに心が動かされた。そして、彼は、新たな世界で、再び成功をつかむために、転生を受け入れる決意をする。この第一章では、ウェガが栄光から転落し、ギャンブルと酒に溺れる、絶望的な生活を送る姿が描かれ、最後に転生へのプロローグとして新たな挑戦へと、進む決意が描かれます。このストーリーリには 企業家としてのリアルな苦悩と挑戦が描かれているのが印象的だね。特に、ベガ社長が直面する倒産や訴訟といった困難は、企業家が必ず通る可能性のある厳しい現実を表していると思う。僕自身も、いくつもの挫折を経験してきたし、すべてが計画通りに行くわけではないことはよく分かっている。ただし、このストーリーで重要なのは、そこからどう立ち直るかだ。 現実世界で倒れることは決して恥ではなく、それよりも何度でも立ち上がる精神力こそが重要だ。ベガ社長が再びメタバースという新しい世界で挑戦を続ける展開は、非常に興味深いね。失敗しても、それを学びとし、次に進むことが成功への鍵だ。新たな環境でどのように自分を再構築し、再び成功を目指すのか、その部分に注目したい。このストーリーは、 これから起業家を目指す人々にとっても現実的な苦難とその先の可能性を教えてくれるベガ社長の決断とチャレンジを見て僕たちもまた新しいアイデアとエネルギーを得ることまあ売れるうん世界中そして宇宙の派手まで、ね、売れるとこまでねだし、まあ、それができるのはやっぱりね今のいいとこかなというふうに思いますまああのちょっとねえ、うん、結構まあ例えば脚本家とか漫画家とかアニメーターを目指している 方にもですねやっぱり以前のようなねあの出版社に投稿してとかまあそういう意味だったらねあらゆる意味でなん,なんとか、うんあのー、リスクリスクっていうか、あのーうん、一生ちょっと売れずに終わっていくケースが多いかなっていうふうに思いますが、まあ、こんな感じでもう直でやっていくことでしかもいくらでもねちょっと失敗ができる環境ねまあ,あの私自身がまあ皆さんに提供できればいいかなっていうふうに思います。